11月の24日、今日は射手座の新月、そして大安、巳の日。毎月24日は地蔵菩薩様のご縁日。で、巳の日っていうのが弁財天様のご縁日なんですね。もう、弁財天様イコール芸術の神様。もう私にすごくね、ご縁の深い、神様なんですけど、七福神の一人ですよね。私が初めて彫った弁財天様の仏像です。ね、かわいいでしょ？で、こちらが弁財天様の、梵字、ね、まあ、不動明様ですね。で、昇龍。で、今日は、自宅サロンオープンの日っていうことで、妻のサロンのね、時には、日本笑顔プロジェクト、そちらに全額寄付というね、本当にありがたいありがたい講座を開講してくださったりとかね、もう本当こういつもね楽しい講座を開講してくださっていたルー先生から朝からねこんな本当に美しい胡蝶蘭を送ってくださって、もう本当に心から感謝と感動しかないんですけど、私自身がね本当に蝶のごとく変化変容を しながら繰り返しながら、もうこれから先も虹色の愛と光の存在としてね輝き続けられるように本当にこう精進していこうかなって思ってるし、まずは楽しもうかなって思っています。で、今日はね再誕生ということで、私の名前は太陽の陽で陽子と言います。で、それは父親から私がこの世に生まれて最初にこう受け取ったプレゼント、それが陽子っていう名前です。もう最初本当に陽子ってダサいなと思ってて、あんまり好きじゃなかったんですね。で、今はその父親が太陽のような人になりなさい、太陽のようにね、すべてを照らす、そんな明るい人になりなさいっていう願いを込めてつけてくれたね、その名前が本当に ありがたいなって思ってるんですね。で、私のそのバースボトルっていう、オーラソーマにはバースボトルってあって、自分の誕生日からボトルがね、一本、このボトルだよっていうのがあるんだけど、私はこの32番、ね、女神ソフィア、ね、これは32からの5番なんですよね。この5番っていうのが第一チャクラ対応のボトルなんですけど、下がレッド、赤、上がイエロー、黄色ですね。シェイクするとオレンジ。サンライズサンセットボトルって言って、まさに太陽のボトルなんですよね。私の誕生日のボトルっていうのが、からもう本当名前からも誕生日からも私は父と母にこの命を授けていただいた時に、太陽のような存在であれっていうのが今世の宿命使命なんだろうなって思っています。で、そんなね私がこう生まれた時に最初に陽子っていう名前をプレゼントしてくれた父親について、今日は少しねお話をしようかなって思っています。私がなぜこう梵字を書いているのか、でこんなに仏様と深いつながりがあるのか、ご神仏とね、それは私の父親が私が生まれた直後に、まあ、原因不明の病気になってしまいます。それで、それが病気なのか何かこう怪我が原因なのかが全くその分からなくて、足がちゃんと前に出ない、ちゃんと歩けないっていう、まあ、それまで普通だったんですよ。歩けなくなっちゃったんですね。で、まあ、かろうじて足を引っ張ってね、引きずりながらは歩けるんだけど、普通にこう前にスッ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 って普通の人みたいに足が出なくなってしまって、私がもう物心ついた時には父親は普通に歩けない父親だったんですね。それでもお祭りの時とかね、こうちゃんと歩ける保護者の方たちと一緒に一生懸命こう足が前に出ないのに一生懸命ね私たちのこうおみこしをね一緒にこう引いて歩いてくれたりとか、
私と姉は小学校の時からガールスカウトに所属していて、奉仕活動をずっとしていたので、毎週土日はね、その奉仕活動の送り迎え、送迎だったりとか、お手伝いですよね、サポート、足が悪い中一生懸命してくれてたんですね。で、父親のその原因不明、原因が分かったら対処の仕方、治療の仕方が分かるんだけど、原因が分からなかったので、父は入退院を繰り返して過酷な過酷な検査をずっとしてたんですね。脊髄に何本も注射を打って、どこが原因か造影検査をしたりとか、本当に今でも覚えているのが、頭蓋骨に穴を開けて、そこにこうプロペラみたいな、タケコプターみたいなね、プロペラをつけて、直接頭蓋骨に穴が開いたところに牽引、首の牽引する機械をつけて、家で牽引をするっていう治療。だからうちの父親は頭に器具がついてた時期があったんです。頭蓋骨に頭穴開けて、本当に大変な治療をする中で、父と母は、ご神託の先生、神様が降りてきて、神様の言葉を告げてくださる先生、その先生のところに頼るんですね。で、その先生が、弘法大師様のご信仰されていて、いろんなこう神社だったりお寺だったりっていうところに精通されている先生で、全国のその先生について、私たち家族は巡礼をするんです。そして、滝行をします、してたんです。その願いは、自分の幸せではなく父親のため、父親の足が治りますように、家族一丸となって父親のその原因不明の病気を治すために、私たち家族は修行を始めます。で、毎朝毎晩の般若心経のお勤め、ご神言ですね、ご神言のお勤め、そして梵字が書いてある紙を、私はこうご神言を唱えながら毎朝毎晩飲んでいくんですね。で、お大師様の、印鑑を毎日、南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛って言いながら、ずっと押していくんですね。で、父が足が治りますように、足が治りますように。滝行しながら願うのは、一心に般若心経を唱えながら、お父さんの足が治りますように。そんな、子供時代をずっと過ごしていて、それは大人になってからも続いていました。で、兵庫県に引っ越してきてからも、私が18の時に兵庫県に、広島県から兵庫県に引っ越してきたんですが、兵庫県に引っ越してきて、私が嫁ぐまで実家で毎朝毎晩父と母とお勤めをしていました。今は一人でここの自宅でお勤めをしています。なので、私はこう梵字っていうものがもう体内に、もう飲んでたので、体内に入ってるんですね。で、常に仏様と一つとなって生きてきて、おかげさまと感謝の心、そして他のために祈るっていうことを、もう物心ついた時から私は学ばせていただいていて、なので、私と仏様は本当に一つとなり生きていますし、私の内なる仏様っていうのは、本当中心となるのは不動明王様で、私をこうサポートしてくださるのは、ありとあらゆる仏様に私は守られています。で、他のために祈るっていう尊さっていうのを、もう物心つくかつかないかの時から、それがいいのか悪いのかとか、どういうことなのかっていうことをわからないまま、ずっと修行をさせていただいていました。そして、そんな父親が、足がね、もともと悪かったんだけど、私が24時間救急病院でね、ずっとお勤めをしている時に脳梗塞にかかったんですよね。で、うちの病院で緊急入院して、その時は点滴でこう治療をするんだけど、あろうことか、もともと悪かった足に後遺症が出てしまって、さらに歩けなくなったんですね。で、ほぼ車椅子の生活、それまではね、足をこう引きずって、なんとかこう杖をついたりしながら、例えば石槌さんも毎年お山開きの時は父鎖を登って、ちゃんとね先達さんとして
お参りさせていただいたりとか、なんとか足を引きずってでも修行できる、修行していたんです。だけどその脳梗塞をしてから、まあ、ほぼ歩けなくなって車椅子の状態、お家でもね、なんとかこう壁を伝いながら自分でトイレに行く状態、まあ、それでもなんとか歩けてたんですけど、再発したんですね、脳梗塞が。もう2回目の脳梗塞をした後は、お家でもほとんど歩けない状態で、トイレまで行くのが間に合わない状態、まあ、それでも、まあ、プライドがね、あるので、もうなんとかなんとかトイレにね、一生懸命歩いて行ってたんですけど、ほぼもう外出はできない状態だったんですね。まあ、そんな状態でもこう広島に帰りたいって言ったら、まあね、おむつ履いて、もうとにかく各パーキングごと寄ったらいいじゃないっていうことで連れて帰ってあげたりとか、九州もね、車椅子のまま乗れるね、こう福祉の車を借りて家族でね、最後連れて行ってあげたりとかしてたんだけど、その父が、まあ、足が悪いだけだったので、内臓的には全然元気な人だったんですが、まあ、ちょっとずつやっぱり家からも出れなくなって、ほぼ寝たきりの状態になって、ちょっと地方が入り始めてるなっていう感じではあったんです。で、その昨日ね、お話ししたカナダに留学している次男が、7年間その父親のもとに毎日、おじいちゃんって顔を出してくれて、それが父の生きがいだったんです。で、毎日私に電話かけてきて、陽子大丈夫か、陽子大丈夫かって、歩いて5分のとこに住んでるんですけど、毎日陽子どうか、大丈夫か、気ぃつけようって言ってくれてた父が、まあ、地方も入りつつ、そんな父にね、スマホをプレゼントしてあげて、こうね、画像を送ってあげて、こうお家の中でも楽しめるようにってスマホをね、持たせてあげたんだけど、だんだんと自分の指で操作ができなくなっていって、電話がかかってこなくなって、で、昨年の9月の18日、聖観音様のご縁日、まあ、自宅でちょっとね、ある事故で、心肺停止、もう呼吸もしていないね、状況で母から私に一本の電話がかかってきて、妻のサロンからもう渋滞する2号線を加古川に向けて帰ってきていた時だったので、もうお母さん、私に電話する前に救急車呼んでって、今もうすごく混んでるからって、旦那さんが、りょうちゃんがお家にいるから、りょうちゃん呼んでって、うちの旦那さん消防士なので、5分のとこに住んでるから、りょうちゃん呼んでって。で、母は動転してたので、なんか私に一番に電話かけてきたから、そこから救急車の手配で、私の旦那さんにもう来てっていうことで、で、私が実家に着いた時には、実家の前に救急車と消防車、それは特定救急って言って、心肺停止とかの時は救急車だけでなく消防車がセットで来るんですね。もう私の心凍りついて、はっ、特定救急で、はぁって思って、で、旦那さんはもう本当にいろんな現場を経験している方なので、私の顔を見るなり首振って、もうあかんよ、説明も受けたし、お父さんの様子見たけど、病院に着いたら死亡確認やって覚悟しやって、私の肩を叩いて黙ったんですね。もうどうしていいか分かんなくて、でもとりあえず母がトリミングに預けてるマルチーズちゃんをね、ゆめちゃんって言うんだけど、マルチーズ連れに行って、お母さん救急車乗って病院、お父さんと行くからって、心臓マッサージされてる父の足がね、揺れてるのを私は見ながら、分かったって言って、もう本当に息子も痛みに川西でね、救急隊をしているので、もうすぐに息子に電話して、こうちゃん、おじいちゃんがって言って、まあその
救急隊をしているその息子もおじいちゃん子だったんです。でとっても初孫で男の子ですっごい可愛がってもらっていたので、もう慌ててもう帰ろうかって仕事していたので、でもうバタバタってもう岡山の姉とかにも連絡したり、まあ、大変な状況の中で、まあ、父は救急車乗って病院に行ったんですね。でもうどうしようかなって思いながら、いろんなね、うちも犬飼ってるのでもう散歩先連れてったりとかしてたんだけど、母から突然電話があって、お父さんが息吹き返したって。で旦那さんにそれ言ったら、え、そんなありえへんって、あの状況でもう20分以上呼吸が止まっていたので、え、おじいちゃんすごいって。で病院について、息子がね、もうおばあちゃんも動転して、母も動転しているので、息子が直接救急隊の人に電話でね、いろんなことを確認してくれて、まあ、専門用語でいろいろやり取りできるのでね、いろんなことをちゃんと聞いてくれて、私に電話くれて、お母さん大丈夫やで、意識レベルがこうでなこうでなって全部私に説明してくれて、で旦那さんも、え、ありえへんって、そんなことで自発呼吸をね、病院で初めて、いやー、そんなことあるんだってね、いろんな現場を経験している旦那さんもお兄ちゃんもすごくびっくりしていて、もう守られたとしか、護身仏に守られたとしか考えられなかったんですよね。でそのまま集中治療室に父親は入って、まあただ、まあ、脳に酸素が20分以上いっていないので、心臓は戻ったけど意識は戻らないでしょうっていうことは言われていて、でそこから約1ヶ月で父は胃ろうをつけて退院をしてきたんです。それも普通ありえない速さで自宅に戻ってきたんですよね。で自宅に戻ってきた時に、玄関にストレッチャーで入った時に目を見開いて家の中を見渡したんですね。意識がないのに、あ、お父さん絶対分かってると思って、そっからほぼね、毎日お父さんって声をかけにね、実家に行って目をキョロキョロさせながら、父は何も喋ることもなかったし、何も反応もしてくれなくて、目がキョロキョロしてね、してるだけだけど、そこにいてくれるだけで、命があるだけで、私はとても本当にありがたくて嬉しくて、お父さんここにこうやって喋れなくても何もできなくてもいてくれるだけで十分幸せだよって、父に意識がある時にはありがとうって言えなかったけど、お父さん大好きだよって、ありがとうって、やっと父に感謝の気持ちを伝えることができたんです。で色をつけてたので、まあ10年20年生きるの覚悟してくださいって、だからまあ今からの介護が大変になりますよって言われてたんですけど、今年の1月19日早朝5時ぐらいかな、母から連絡があって、お父さんが息してないっていうことで、もう寝巻きのまま子供たちと実家にね走っていったんですね。そしたら穏やかな顔で静かに眠る父が、で1月19日119って、まあうちの旦那さんも消防士だし、お兄ちゃん、お父さんがね、本当に初孫で、初めての男の子で、うち兄弟女の子しかいないので、姉と私やから、父は男の子が欲しかったけどできなくて、初めて私が父に男の子をプレゼントしてあげたんです。もう本当にこうだこうだって可愛がってて、うちの子が4年かけてやっと消防士になれた時は、外出するのも本当に不可能なぐらい弱ってた父が、最後のこう保護者がね
訓練の成果を見に行く、そういう日があるんです。その時に車椅子に乗って父はコータの卒業する訓練の姿を一緒に見に行ったんですよね。父が残した、私たち家族に残したメッセージ、119、コータ頑張れ、陽子命を懸けて市民のために頑張ってる、りょうちゃんを心から大切にするんだよって、私はそう受け止めたんです。で、父がこの世を、体肉体を脱ぎ捨てて魂に戻ったのが1月21日、弘法大師様のご縁日。この1月21日っていうのが私の旦那さんのお誕生日です。そして父が納骨、大分県日田市のお寺に納骨、母が幼い時に遊んでいたお寺に納骨しに行ったんですね、家族で。その納骨の日が姉のご主人のお誕生日、8月4日。父は亡くなるこの日付をすべて、陽子、ゆっこ、ひとしくんとりょうちゃん大事にしんや、そういうメッセージを残して、そしてコータ頑張れって、1月19日に次男のカナダの留学が決まって、翔太頑張れ、いろんなメッセージを家族に残して、父はあの世に旅立っていきました。そんな父が残してくれた最後の最後の命を懸けた大切な伝言、メッセージ、それを本当に大切にね、心に刻み、魂に刻み、私は自宅に戻ってきました。家族のもとで私は再出発、今日から頑張らせていただきます。ちょっとね、長くなったんだけど、今日もちょっとね、その一つね、こちらの心のコンパスから、作家遠藤周作は語ります。死の沈黙は絶対の無の沈黙、消滅の沈黙ではないのです。茶室に正座している人が感じる静けさは、宇宙の大いなる賑やかに触れる直前の何かが含まれている。禅道の静けさ、空は単なる空虚ではなく、巨大な世界の入り口に接する静けさなのです。まるでオーケストラの幕が上がり、指揮者がタクトを上げた瞬間の静けさは、今から巨大な宇宙のエネルギーが舞台から飛び出す前の静寂なのです。だから一人の人が息を引き取った瞬間の静寂の向こうには次の巨大な世界、あの世の広がりがあるようです。しかし一旦入ってしまった海は、永遠の命の海で、その海には光がきらめくように愛がきらめいている。遠藤周作、死について考えるより。父の死を通して、そして父がすべての設定したこの日付を通して、私は一番本当に大切なもの、そこに戻ってきて、ここから再出発する覚悟と決断をしました。そんな私にどうぞ会いにいらしてください。ここは私の家族の愛があふれる場所です。ぜひいろんなね、
愛の形はあると思うんだけど、その愛に触れに加古川までぜひ来ていただけたら嬉しいです。で、美しいコチョウランとともにこれから頑張っていきたいなって思ってます。これからもどうぞ虹色の愛と光あふれるヒーリングサロンレインボーローズ森岡陽子、どうぞね、可愛がってください。よろしくお願いいたします。また配信いたしますので、ぜひ見ていただけると喜びます。ありがとうございます。素敵な新月をお過ごしください。